今回はモンテクリストの貫通の方っすね。こっちもやっぱ綿摘み SS 超短縮で撃てますよということで、やっぱぶっ壊れの予感がプンプンする。で、行く場所はね、公式さんは未開の大地うんぬんかんぬんとか言ってたけど、ワープ原則で天魔の8行けたり、転送持ってるからロバーで使えたりと、結構面白そうなんですよね。最強になるかはわかんないけど、まあ、いけるところはかなりありますよと。で、友情コンボも誘発できるし、殴りもね、友情もパワーオーラ M で強化されてるんで、貫通ホーミングも18個のやつ新しく追加されたから、計算上は普通に、砲撃型の、何？ローレライとか、あと、ルビーとかのあの辺も、普通に超えてるんで、誘発したら威力半減だけど、普通に出した時は、多分、モンスト界最強クラスのホーミングになるんじゃないのかな。で、しかもそこにバフが入るから、まあこれだと、全滅する確率 100%。いや、今回ちょっと正宗入れちゃってるけど、意外と正宗なくても全然いけるかもしれない。まあちょっともう怖いんで正宗入れるけど、動けないんで。で、友情フィールドもあるから、さらにここで強化が入って、これは、ちょっと足りないか。まあスピニングブレードの機嫌が悪かったということで。その辺うまくやったら結構強そうな気が。だからこれも横間で打つことで、はい。置いとけば、まあ、ホーミングで消し飛びますよと。ランテージボールボムあるから、まあ、もともとね、正宗か。正宗と、ブロック以外は完全一致なんで、正宗の友情コンボ強化っていうところを考えても、結構強そうよね。だからまあ、その、定員の4のあっちのモンテクリストは、定員4ではぶっ壊れだけど、基本的に、あの性能普段使いしないんで。まあそれ考えると、多分こっちの方に基本的にはやっておく人多そうな気がするな、天炎やんない人は。ここで短縮入れたら、次回ってきたら、多分短縮が、ああ、そう、入る入る。それ次回ってきたら、もう綿摘みバフが打てちゃいますよっていうことになるね。これ結構やばそう。では適当にバリア破って、バリア破りたいから、まあ、横勘でいくか。はい。で、ランページボールボムで、これでどう？スピニングブレイド。どうかな？ここから。友情コンボ、友情コンボ。あ、でもさすがにね。さすがにそんな入んないか。で、できれば開幕に、調整して、敵ぶっ殺したいんで、こううまい子でいけるかな？はい。これで、どうかな？いい感じに調整したい！あー、いいね、いいね。これで、よし！開幕、綿摘みバフ調整。どうなるこれ。綿摘みバフ入れて、カチカチとかをすべてうまいこと抜けられれば、多分これ大変なことになる確率 100%。はい。で、友情コンボとホーミングですべて消してますよと。さあ、綿摘みバフを開幕だったらね、減速壁ないから自由に動けるんで、まあ、超スピがあるから、一応壁一面だったらなんとかなるけど。さあ、たった今から、過去を凌駕する。ここぐるっと回って、1、2、3、4、5、6体触れが理想だな、そうすると。はい。いけ！おお、意外と伸びる！ 7 体全員、全員触れて？そしたら、ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7。7体。7体触れたってことは、2.75 倍。2.75 倍ってどうなっちまうんだ、これ。ちょっとバフ入ってる間に、フリーシーパーとかも入れてみたいんだけどね。はい。こっから、うおー、まだ弱点強化入ってないんですけど弱点、やべ、弱点強化入ってなくて、これはやばい。で、ここから、ちょっとフリーシーパー入れましょうか。バフが切れる前に。はい。これで、これホーミングだけね。ああ、やばいこれ。やっぱパワーオーラと、パワーオーラ M で2倍入ってんのに、こっから、パワーオーラ2倍、で今 2.75 倍入ってるから、これ合わせたら、5.5 倍よ。5.5 倍のホーミング。いや、これ多分歴代、今後のキャラでも多分超えられませんよ、これ。だから、こっから、はい。で、これコピール、適当に殴る。どうこれ。ああ、大変なことになってる。で、これ、2体入れてたら、超短縮のおかげで、永続バフ漏れるんで、やっぱ超短縮持っててもね、ルナみたいに、永続で、バフを撒き散らすっていうことはできないから、そこはちょっとダメなんですけど、こっからちょっと V 字で、はい。バリア！いやー、ごめんなさい、割れー！
ここが割れたら最強なんだけど、ここのバリアだけはガチでカチカチなんで、まあ、ここで再装使うか。あの、殴りの方にもね、しっかりバフは入ってるんで、まあ、多分これで、はい、バリア、これ全てのバフ切れる前に叩き潰せるんじゃないの？いや、 やっぱ、わたつみバフはね、こういう敵の数が多いところで使っちゃうと、まあ、ぶっ壊れになっちまうんだから、はい。で、これ、はい。はい。はい。で、これ適当に暴れたら、まだバフが乗って、あ、でも、まさむねだけ切れてる。くそ、まさむねだけ切れてるから、ちょっと本気出せねえ。これ、順番やらかしたな。で、こっからバフが、あ、そうだね、切れちゃうから、まあ、しょうがないんで、ちょっとバフを入れておきましょう。これで2体触れが限界だね。はい。いや、これは気に入りますわ。ボイスもイケボだからね。いや、私はね、昨日も言ってたけど、声が高いから、キッズの頃から、お前は声が高いって、茶化され続けた人生なんで、いや、こういう声低い人は憧れるんですよね。で、あとは適当に、まあ、横勘で、ちょっと殴りじゃあ入れてみようか、これ。はい。どうこれ、殴り。あ、でもさすがにそんなには入るわけじゃないか。いや、入る！あ、殴りめちゃ。殴りめっちゃ入ってた。あー、これすげえ、これ。やっぱ、わたつみバフが短縮できて弱いわけがねえんだよな。で、友情コンボ誘発もホーミングもあるから、まあ、これが高難易度だとどうなってしまうのか。じゃあ、冷絶行きましょう。それじゃあね、わたつみバフを入れたら、まさむねどうなっちまうんだ。これね、やっていこうかなと思います。まあ、ゲージがあるから、ちょっとどこまで、なんていうか、採用が現実的なのかはわかんないけど、ただ、わたつみバフを入れたまさむね。まあ、もともとロバはまさむね家なんだから、そこにさらにね、バフを2倍なり何なり乗せちまったら、どうなるんだみたいな。それが気になるんで、やっていこうかなと思います。で、基本的には普通のまさむね家なんで、ただのまさむねの時間は大体カットしようかな。よし、準備完了。さあ、この呼び出された、こいつらに対しても、一番多分バフ漏れるんじゃないのかな。これで5体触れで 2.25 倍のバフが漏れますよということで、あとはうまいことこのレーザーをぶち当てられれば、多分いっちゃん強い。多分これぐらい。どうかな。あー、ちょっとレーザーあれだったかもしれない。で、防御弾入ってレーザーでズドン。あやっちまった。やっぱこれゲージあるから、まあ当たり前だけどみんなゲージなしでやってるもんね。ちょっとここが厳しいと思うわ。だからここはスパッと、はい、よし。これでレーザー当たったら、まあズドンといきますよと。はい、ズドン。230億？ 230億ってどれぐらいオーバーキルしてる？まあそんな感じですよと。あとは、じゃあここは、まあパパッと、あいつらを倒しに行きますよと。これでどうかな？いや、ちょっとロバーはショット打つときに、あー、オッケー、いいね、いいね。さあ、ここは、マサムネですら、ランタンが出ない都合上、ちょっと、ぐだるんで、ここを、だから、わたつみバフがある状態だと、どれぐらいいけるのか。カン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 。どうかなー、これ。一体で、はい、ズドン。お？ん？こんなもんだっけ？なんかもっと思いっきりズドンっていくかと思ったけど、なんか思ったよりかそんなにみたいな感じだった。あれ、どうだっけな。はい。で、これでレーザー当てて、ズドンズドンズドン。で、短縮も入れておきますと。どうだろう、これ、本人。あー、いや。でも、超スピのキャラってこんなにが削らないから、まあ、そこら辺はやっぱ 2.25 倍のね、バフが入ってんじゃねえのかな。ちょっと普段ロバー、サブキがマサムネ持ってない都合上、やる気が出ないから普段やってないんで。どうだろうこれ。で、これでズドンと。あ、でもこれ削り切れるのはでかいな。多分、こんなにいかへんよね、確か。お、これいい感じじゃない？あ、でも、あれ？なんか右上のゾンビ死にかけてね？あれ？あれ？なんかこれ右上の、え？なんか右上のゾンビあいつ死にかけてね？これもしかして、え？友情コンボで毎回左だけ丁寧に倒してたら、ちょっとゴリ押しできないかな？これどうかな？おー、いってるいってる！おい！いけ！下倒せ！よし！あ、これなんか、あれ？これ？これ、あ、初めての倒し方を今から我々は見るかもしれない。だ、ここを、ちょっと待って、これ SS を一応使っておこう。え、これ、だ、ここでスパッと下向きに打つじゃん。ここで、
下向きに撃つじゃん。おい、いけ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 、おお、できた。初めて見た。まあめちゃめちゃ手間暇かけてっけど、こういうこともできるんや。まあこれのために入れるのかって言われたらちょっとかもしれないけど、いやでもちょっと面白いねこれで。上向きしっかり、もうやめて、マジで隠れてんの。うん、さいつもそう。よし、これでいいでしょ。でもこれなんかうまいことやってたら、なんかそれで削り切れそうな気がプンプンするな。で、ズドンと、はい。いやー、これつ、いや、面白いものが見れた気がする。で、ここは、またちょっとバフが溜まって、次また、あれかな？ランタン呼び出されたら、SS が使えるようになるかな？あ、やべ。この処理の仕方ガチかもしれん。この処理、あれ、この、あれ、この処理の仕方割とガチじゃね？だってもう、あ、これ、この処理の仕方ガチだわ。あ、これ、私、今度からこれで周回できるかもしれへん。だってもう、レーザー使ってないもん、右上。やべ。あー、やっぱ、バフ乗せると、やばいことになっちゃう。あ、くそ、これ、クシティ使いたかった。はい。え、これ今、一発で、今、消し飛ばしてたよね。え、見間違い？うわー、一発。あー、これやべ、こ、いや、これ私魅力になっちゃったかも。モンテの魅力に取りつかれたかもしれない。いや、これちょっとうまいこと、ちょっと待って、こう、うん、なんかいい感じに、お、これ結構削るんじゃない、どう。いや、どうだこれ。え、でもこれ確かバフなしでも結構持ってってたよね。どうだろう、ゲージとか飛ばしてたりするかな。あー、ちょっと飛んでる。いや、でもやっぱあれか、硬直入れないと無理だから、これ、シンモン、ベニマルで試してみた方がいいけど、編成がなんか、普段と違いすぎて絶対変なことになるから、まぁ、ちょっとそれは、誰か別の方にお任せします。はい。強っ。はぁ。よし、じゃあ最後に、ラスゲだね。ラスゲのこの敵5体、よね、確か。うん、この5体の敵に感謝をしながら、SS 使っていきますと。まあ全員に触れるだけでいいんで、まあ届くでしょ、多分届くよね。はい、超スピード事業化があるから、まあ多分左側に、ああ、全然余裕、全然余裕。よし、さあこれで、これ今乗ってる、あ、ああ危ない、これで倒してもちょっとおもろかったんだけど、いや、ここじゃ、いや、このゾンビ処理はガチでミスれん。ここスパッといかないと、これ今乗ってる、乗ってる、集中する、集中、全集中。でもクシティが苦しい。本当はクシティでラスゲとかどっかのボス戦にボーンって打つつもりだったのに、あまりにも強すぎて、っていうか超転送みんな持ってるからヒットポイントが減らない。いけ、さあどうだ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 、これレーザーでズドン、うおクシティ、別にクシティなんて、別にクシティなんて使う必要なんてなかった。はい、どうだろう、ちなみにこれ、はいはいはい、どうだろう、これ、これで、ほい。くそっか。でも、あ、これじゃあパック使う。でもこれね、ステヨンがさ、友情コンボで倒せるっていうことが判明したおかげで、あれ、ここでパック使ったら、ラスゲド安定になるから、ゾンビ処理。あれ、これ割とガチか、なんか、いや、これ感動いたしましたかもしれない。なんか我々がね、なんか最終的には遅延キャラでぶっ壊すんじゃねえのと思ったんですけど、あれ？なんかやってた感じ。なんかステロクのあいつら友情コンボでいけんだったら、そこでゴリ押して、ね、なんとかする。で、ラスゲにパックを使うっていうド安定ルート、これ。あれ？ワンチャン取れてロバーの新しい道開けた？かな？もしかして開けてるかもしれない。まあ、この辺は、もうロバー終わってるんで、ちょっとタイムシフトでガチった人がいたらお願いします。私は、たった今から、遅延を捨てる！